で今回は、石川五右衛門十字インカ使います。で使う場所はパラドックスね。で埋水もらったからもしかしたら使えるかもね。でここウィンドウ、ここ1ステーウィンドウでめちゃめちゃここね、このレーザーのすごい痛いレーザー来るんだけど、まあ、ここさえ抜ければ実質ウィンドウいらないみたいな感じだから、で友情も強いからここさえ全力で抜ければウィンドウいらないね。でほらで、でこれで、はい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 、で普通に友情で雑魚削れると思うんですよね。これで普通に殴って倒したわ。で一番めんどくさいのが、ウィンド持ってないから、こうやって、ダウンしちゃうんですよね。まあ、ダウンのこの減速する床みたいなやつ。でもまあ、超スピードだったら、1回踏んでも、踏んで壁踏んだら、またスピードアップしてくれるから、まあ、なんとかなるでしょう。でこういってこういってほらこれね、超スピだったらほぼ関係ないみたいな感じなんだけど、超スピードじゃないから、この減速する床1回踏んだらちょっと厳しいなね。こういってはいはい、でそういえば来週からやっぱコラボ来るから今のうちにオーブ貯めておいた方がいいかもね。まあ全然知らないコラボなんだけどっていう人はあまりがっつり使わない人がいるかもしれないけどね。でこうやってこうやってはいはい、で運営さんもなんかこのブレスが結構長いらしいね。このなんかブレスの範囲だっけかな。これで、はい、ほら結構このブレスが強くてなんか長いらしいのに、でこれで入ります。で、はい、で昨日のノクタンの動画でどうやらなんか遊撃必須じゃないといけませんみたいな感じでなかん考えている人がいるらしくて、いや遊撃なくても普通にノクタンは友情は通る。むしろパラドックスも遊撃今ついてんだけど五右衛門に遊撃ついてんだけど
ついてなくても普通に友情は多少は通る。パラドックスもこれで、はい、遊撃ついてなくてもパラドックスと、でノクタンとパラドックスは全然友情は通る。なんか友情はなんか遊撃ついてないとこんなんじゃねえみたいな感じで考えている人が多くて、まあ、配置が悪かったらやっぱあれだけど、友情届かないかもしれないけど、ところで、でも今回のこのやっぱ五右衛門はやっぱ友情強いから遊撃つけてもいいと思うけど、遊撃必須だと思ってるところで、はいはいはい、遊撃と、まあ、動撃はつけておけばいいのかな。だから複数体持っている人は遊撃動撃とかあと同盟だったりとかつけて、あとはもう平面照明あたりとかつけておけばいいのかな。こんな感じで削れるから、遊撃つけておけばで、これで、あともう遊撃じゃなくて換気でモリモリにしておけばいいんじゃないかな。で、でもこれあれだからね、もうここで SS 使えばこのダウンする床もほぼ関係ないみたいな感じだから、これで、はいはい、倒して、で、多分これでいくんじゃないかな。はい、ほら、友情も強いし殴りも強いから普通に換気とかも遊撃もありかもね。はい、それではお願いします。